わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハムタラでございます。ディアブロサーシュいましたね。というわけでね、動きの説明していきます。まず最初、これ殴りたい放題、殴りたい放題した後にディアは下がって手を前に出したでしょ。そしたら手を前に出したら3回足をブンブンしてから突っ込んできます。で、この先行、頭ブンブンの後のこの先行、これね結構当たりやすいです。すぐね登ってくんだよね。通常のディアブロスよりだいぶ早い。で、手を前に出さない場合はすぐ突っ込んできます。で、後ろにいると尻尾叩きつけかな。で、横にいるとタックルだね。で、今3回行動したからその後方向が入ります。この方向もね、ちゃんとキャンセルできれば非常にやりやすいですね。で、手を前、手は、何?ついてなかったから体当たり。これで攻撃パターンはほぼ全部かな?で、そう、方向の後1回攻撃した後は、殴りチャンスです。殴りたい放題ですね。で、また、手をついてるんで3回やってから来る。で、そしたらまた潜る。あれ、潜んない?近いと潜らないのか。やっぱ動きのパターン変わるな。なんかね、でも先行してアタックがすごい避けづらいイメージですね。ディアブロサーシュで尻尾って感じですね。せや、じゃあとりあえず戦っていきましょう。自分でね、こうやって喋ってる分にはできるんですけど、私は別に上手くないんで、まあ、星6だから枯れると思うけどね。じゃあ倒していきましょう。よいしょ、水立ちになってるわ。あ、ついでに装備紹介もしときますね。こんな感じっすね。こないだ動画あげたんですけど、精霊の過去がついてるんだけど、とにかく破壊王3積みの氷たちです。で、やっていきましょう。とりあえずね、2V は破壊したい。3V とまでは言わん。とりあえず頭を殴りたい放題殴って、いっぱい殴ってから、どうせ踏ん張ってんだろ、そこで。あ、避けられるんだ。これはミスったわ。間に合うかな。尻尾、いやいやいや、焦ってる。これ一回壊しました。で、あ、もう一回壊せるか。一気にこのまま連続で壊した。あと理想は尻尾、理想は尻尾だけど遠いな。尻尾叩きつけ来てくれれば嬉しい。方向感いけるか。やべ、あー倒しちゃった。まあ、何かの参考になればと思います。じゃあバイバイ。あとはな、ドロップするものによりきりだよな。まあ、2V 破壊できればとりあえずいいか。来い激凛。あ、でも4落ちたな。でけえ。バイバイ、ありがとう。